俳優の水谷豊さん。大人気ドラマの相棒シーズン21に、初代相棒の寺門康弘さんが復帰して、大きな話題を呼んでいますが、奥さんで女優の伊藤蘭さんも、40年ぶりのラジオでのレギュラー番組の、伊藤蘭、Run to You をスタートしたばかり。そんな水谷さんと伊藤さんの、馴れ初めや家族について、詳しく見ていくことにします。まずは水谷豊さんですが、1952年7月14日生まれの現在70歳。身長が168センチ、血液型は A 型。北海道芦別市のご出身で、炭鉱技師の父親の転勤で、8歳からは東京都立川市で、3人の兄と4人兄弟として育っています。最終学歴は大成高等学校卒業。今や大人気ドラマ「相棒」シリーズの杉下右京役で21年目を迎える水谷さん。16歳の時にドラマ「ヴァンパイア」の主人公立花突平役でテレビデビューをして大人気となったものの、水谷さんは突如18歳の時に周囲の大人たちに嫌気がさして芸能界を引退してしまいます。そしてアメリカへの留学を目指しますが、不運なことに父親の会社が倒産して断念することに。急遽大学を受験しますが不合格となって浪人生活を送るのですが、欲しさ的に家出をしてしまった水谷さん、約2ヶ月後自宅に戻ると知り合いのテレビプロデューサーから声がかかって、軽い気持ちで芸能界に復帰するとたちまち出演依頼が殺到。ドラマ「太陽に吠える」の第1話の犯人役として共演したのが縁で、萩原健一さんの推薦で22歳の時、伝説のドラマの「傷だらけの天使」で萩原さん演じる探偵小暮治の弟分の乾明役に大抜擢されてブレイク。あのラストシーンは衝撃的でしたね。1978年に人気を不動にする作品に出会います。ドラマ熱中時代です。当時社会問題化しつつあった教育現場で様々な困難に立ち向かう北海道なまりの熱血教師の北野広大役を演じると、社会現象となるほどに大ブレイク。主題歌の僕の先生はフィーバーもオリコン最高位20位を記録しています。ところで、歌っていた少年は、今はどうしているのでしょうか。気になって調べてみたところ、原田純という芸名で歌っていた少年は、清志純さんという方で、1969年4月18日生まれの現在は53歳。平尾正明ミュージックスクール出身で、当時は子役としても活動していて、1980年の映画「裸足のゲン」パート3「広島の戦い」では主人公の中岡元役を演じただけでなく、主題歌「僕は鳩」も歌っていたのですが、わずか2年半の11歳で突如芸能界を去っています。その理由とは、親と離れて寂しかったからだそうです。小学生の頃には両親が離婚していることも少なからず影響していたのかもしれません。引退後は華やかな芸能界で人気者になった経験があだとなって、普通の生活に馴染めずに高校も中退したそうです。その後は職を転々として名古屋市内のとある居酒屋で働きつつ芸能界復帰を目指していたものの、不運にも2010年にその居酒屋が倒産してしまって芸能界復帰どころではなくなったと言います。23歳で結婚されるも3年で離婚されていて、ある情報番組によると44歳の時には運送会社の運転手となっていて、母親との2人暮らしだったと言います。ただ2008年水谷さんのアルバムのタイムカプセルの発売記念イベントに招待されたこともあった原田さん、水谷さんのことですから自分と同じようにブレイクした途端にやめて
再度芸能界への復帰を目指していた。原田さんのことが自分と重なって応援しようとしていたのかもしれませんね。話は戻って、水谷豊さんも1979年の熱中時代刑事編の頃にプライベートで大きな転機を迎えます。ドラマで共演した元ハリウッド女優のミッキー・マッケンジーさんと交際に発展。1982年に実生活でも結婚されています。ハワイで挙式して仲睦まじい二人でしたが、なんと半年で東京とロサンゼルスの別居状態となり、不仲が噂されるようになります。そこに現れたのが現在の奥さんの伊藤蘭さんだったといいます。伊藤さんといえば、元キャンディーズのセンターで普通の女の子に戻りたいという言葉でファンの男たちを失意のどん底に叩き落として人気絶頂で引退したのは有名です。女優として復帰した伊藤さんは、水谷さん主演のドラマ「あんちゃん」で妹役を演じることになります。その当時から熱愛の噂がささやかれる中、すでに別居状態だった水谷さんは大胆にも主演ドラマ「事件記者茶壺」で伊藤さんを相手役に指名したことが、これはもう本物だとマスコミを大いにざわつかせたものの、家庭のある人はダメなんですよ、ドロドロするのは嫌いと伊藤さんもそう言っていたのですが、1986年に水谷さんの離婚が決まると二人は一緒に暮らすようになり、1989年に晴れてハワイで結婚しています。しかし微妙なタイミングでしたから、不倫略奪婚と心ない言葉もあったそうです。実は水谷さんは70年代からキャンディーズの公式ファンクラブの会員番号も3番のガチのファンで、解散コンサートでも泣いたほどですから、こうなってしまったのも必然の結果だったのかもしれませんね。今でも水谷さんと伊藤さんはお互いを蘭さん、水谷さんと呼び合っているそうです。リスペクトがある仲だからこそ30年以上続いてるのかもしれませんね。さて、二人には娘さんが一人いらっしゃって、水谷朱里さんというお名前で、1990年9月21日生まれの現在32歳、身長158センチ、血液型O型、4歳からクラシックバレエを習い始め、15歳でイギリスにバレエ留学したのですが、致命的な怪我にたびたび苦しめられ、朱里さんはバレエを断念しています。帰国後に高校の卒業認定を取得して大学に進学、両親と同じく演技の世界に目覚め、2011年にはオーディションに合格し、3年 B 組金八先生ファイナルで女優デビュー。やがて大学を中退して女優に専念した朱里さん、2018年には主演映画「生きてるだけで愛」で見事日本アカデミー賞新人俳優賞ほか2つの主演女優賞に輝いた朱里さんにもかかわらず、父の水谷さんから激怒されることになります。というのも、朱里さんが劇中でヌードで走るシーンが父親として許しがたかったから、この一件で親子断絶とまで言われる始末。実は芸名を朱里だけにしたのも親の七光だと言われたくないからだそうです。役者としては父親に似て、演技に対する思いが強い努力家の朱里さん、やはり親子なんですね。まだ未婚の朱里さん、過去に熱愛が報道されていて、そのお相手の俳優の田島雄生さんが寝坊で主演舞台に穴を開け、その責任を取って舞台を降板となって礼を重んじる水谷さんですから、当然一悶着あったようです。またもや親子の危機と騒がれましたが、家族の記念日には今も必ず3人揃ってお祝いしているそうです。最後に前妻のミッキー・マッケンジーさんですが、後で分かったことですが、
実はミッキーさんが流産していたことも、二人の心が離れる原因になったとも語っていて、離婚後はプロゴルファーを経て、日本でインストラクターとして活躍、アメリカ人の一般男性と再婚して、幸せに暮らしているそうです。いかがでしたか？あなたはどう思いますか？それにしても、67歳にして、まだまだ根強い人気の伊藤蘭さんもですが、水谷家のこれからの活躍を、陰ながら見守りたいと思います。それではまた次回お会いしましょう。